So. Yes! The gas flow! あたった !10 ラウンド始まった始まったドルマゴ持ってきてくれ、パーソナル目標何発でしたっけ?3万発です。あら、あり得るやん、ここまで来たら。どうして、なんか。これまで、入眠チャンネルでは、見たら必ず打ちたくなる激アツ演出が何度も登場してきました。そこで今回は特に反響のあった大当たり演出をベスト5でご紹介。さらに、まあこれは多分当たりますよと、今やめないでねってことなんで、なるほど、これが出た時には皆さんもご注意してもらえたらなと。ニューギンチャンネル未公開&総集編スペシャル。まずは第5位、パチンコベルセルク無双より信頼度 50% オーバー演出てんこ盛りの激アツ大当たり。あ入賞時、あ、暑いです、入賞時来ましたよ、暑いです、無双らしな堀です。入賞時というか先読み中ですか、先読みです、はい、53%、まあ、基本的に電撃ボタンが震えればいつでも大チャンスです。53%、あー金です。 53% でなんでそんな冷静でいられるの。いやだって私の台じゃないもん。いやちょっと待って、はい、いやでも今先読みの時に震えて、入賞これ、これ当該ホールの時に震えて、はい、そうらしいですよ。いや どうですかこれ、俺言ったよね、すぐ行くって、すぐ行くって、いやさっきはスッと終わりましたけど、すぐ行くって言いました。あ、10ボタン10、うわ熱い、ボタン10個、期待度 50% です。もうマジかよ。さあ10、10、20、おー、言われたんすよ、それはもういい、それはもういい。25でまだ6個ある、でこれ30、あと5個ある、5個、すごいな、35であと4個ある。おお、40、俺50、やばい、いいよ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 、俺60、俺さっきと一緒に当たった時65、おお、いいじゃないですか、菅原ちゃんサップ取ってる。あれ、あ、グリミス、あっグリミス、あ、これはいけるでしょ、 50% レベルのやつ、結構すがるもの、あ、これも 50% の率です。わわわわわわわ、はい、うわ、いっちゃうか、これいっちゃいましょうよ、あとはもう確変引けるかどうかってだけですよ。あ、ボタン、あ、それはもう、あ、これですか、この青山さんのちょっと気持ち悪い保留って、金保留ですね、金だったの、見えない、いや、ぜひ覗き込んでください、この金保留、いやありがとうございます。もうこれはもう全部足したら 300% になりますからね、これ300なるかな、私来ましたよ、私は、ちなみに天敗図柄は1でございます、1でございます。さあ行きます、 OK、 いいな、18回転、エースナンバー、18番誰、桑田だバカ野郎よし、桑田だバカ野郎、いただきました。さあ続いて第4位、パチンコデビルマン疾風陣雷よりデビルマンが本領発揮、超激アツ演出。これは読まれるんだよ、これ、お任せあれ、お任せあれ、えでもデビルマン保留だ、さあ当たってんの見たことねえな、うん、デビルロゴ保留でしたそれは2人がデビルロゴ保留を散々バカにしていた時に起こりました。いや継続はしないで
でしょう。おー、一個赤、赤でございますよ。7ラウンドからの7ラウンドと、いやもうお祭りです。あー、ブーブー、ほら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 、ブー、予測、あー、ちょっと拗ねてたから。デビルマンの優しさですよ、これ。優しい、デビルマン。じゃあラッシュがね、そうだね、ラッシュを入れないと意味がないから、そう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 、ラッシュ入れるために頑張りますよ。うわ、すげえ。もう当たりよ。ということで、一応当たりました。さあ、この後ですね、さらにここからは未公開トーク。ジロー、ベアリンがパチンコデビルマンの魅力を語っていました。なんかこれが正しい表現か分かりませんが、はい、まあ、当たんないリーチっつったらあれですけど、うん、はいはいみたいなリーチにあんま行かないじゃないですか、はい、それがすごいいいっすね、僕は。なんか精神衛生上いい、白からはっきりするみたいな感じですか。でしっかり、まあ、当たるときはもうここぞとばかりにお尻上がりとか、まあ、最初からこう赤のデビルマンフェイス保留でしたっけ、はい、あー熱そうみたいなのもありましたから、なんかそのはっきりしてんのいいな。好きか嫌いかはっきりされてるみたいな感じ。しかも今って赤保留ってちょっとこう信頼度低いみたいなイメージが強いじゃないですか。ほうほうほう。でも赤保留来るだけで熱いんで、はい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 、平気で赤外れるじゃないですか。もちろんもちろんもちろん。ただ赤が来るだけで 80% 超えなので、まあ、そういうところもなんかちょっといいんじゃないかなっていう。続いて第3位、パチンコ危ないデカより、三大演出で大当たり、これぞ超王道の激アツルート。まずは三大演出をおさらい。果たしてどの演出を経由したのか。見せてくれたのは五十嵐マリア。彼女の台に緑保留。すると、あ、でも全部いいんじゃないですか。あ、セックシーダンティーショット、あ、見たい見たい。レベル5、レベル5がね、さあ2倍ハマり、いいよ。レベル5がね、レベル5までお願いしますよ。レベル2、これでレベル4までいきます。次、もう1個。見たい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 。あ、でも4でいってしまった。4でいっちゃった。4でいっちゃったんですか。あ、5までいきました。3大中央演出1ついきますよ。はい。いや、それいろいろみたいな。いろいろ劇場版とかもついてくるかな。劇場版ついてきてほしい。いや、金ですね。はい、それは、これは、いや、正直それは間違いないっしょ。もう間違いなく買ってほしい。それ以上、あ、来ました、劇場版。うわぁ、すごい最強リッチ。保留は緑だけど大丈夫ですか。待ってるよ。あー、緑、あー、緑保留なんですよ。いや、大丈夫大丈夫大丈夫。それはさすがに。だって、あ、でもこれか、三大注目演出のうち2つ出てますから。出てますよね。いや、これは外さない。外す方がむずいまである。ですねですねですね。そのリーチは、そのリーチはもうモリモリでしたもんね。もう、うん、演出てんこ盛り決める。はい、え、初めて見ましたこのパッド。一撃、こっちない、こっちない、あ、こっちか、いきます。よし、おーい、よかった。ちょっとハマりましたけどね。いや、でもすごいすごい、よかったです。とりあえず546回転です。一応持ちメダルでいきました。王道ルートの大当たりを見せてくれた五十嵐。なんとこの日2万8000発の大爆発。ハマりー。
そしてここからは未公開、五十嵐の爆当たりを目の当たりにした二郎。ドイルに立つとスタッフに思わず本音が。僕五十嵐の見ながら1500発ぐらい減らしましたもん何してんやろ俺と思いながら自分の液晶なんて見たことなかったっす。ずっと右見てましたわ。ええー、なーと思って。僕今日3195回引いたんすよ僕、まあ、時短3回引き戻して1万発も超えて、今日は僕がヒーローやと思ってたらなんか横で死ぬほど出されましたわ。店潰れんじゃん。いやほんま営業妨害ね。まあまあこればっかりはね、嬉しい悲鳴なんかもしれんすね。さすがにみたいなとこありますよね。そろそろ行きます。あーあー、ジローさん。はいはいはい、はい、あごめんなさい、当たりました。あれだった。おいごめんなさい、 なさい。だ大丈夫です。まだ、あ大丈夫です、ま、ちゃうねおいまだ終わってませんでした。私のファンが、はい、ごめんなさい、すいません。いやもう大変や、大変大変です、ごめんなさい。 あんまないのよ、そのパチンコ売っててさ、はいはいはい、ご飯行くタイミングなくてランチ時逃すってあんまないのよ本当に。まだもう9時オープンやからさ、ランチだけがのね、終わっちゃいますよね。はい、ごめんなさい、ほんまに。あんま聞いたことないレベルで、いや俺一緒に共演してる人がこんな山盛り出してんの初めて見たレベルやもん。いや本当ですか。まああんまパチンコ歌えんっていうのはあるけど、いや私もこんなに出たことないですよ。にしてもすごいね。続いて第2位、パチンコビビットレッドオペレーションよりテンション爆上がりの復活大当たり。さあ初めていきなり、あーつい。このゾーンで、あ、カホリアになった。あ、しかもボタンバイブめちゃくちゃ熱い。これでオペレーションゾーンまでついてくるんで、もう50パー以上が2つ、あ、でボタンバイブもあったから3つ。これは当たるやつ、赤いルーン。おい全部のせ全部のせもモリモリ。このエナジーゾーンはそんなに強くないんですけど、そこで成功するとこの1個上のオペレーションゾーンに行くんで、まあ、でもこの赤不良になった時点で私は当たりを確認しました。いいですかそんなこと言っちゃって。いいですよ、219とかもうライトミドルと赤不良外してるようじゃ打たない方がいいですよ。あつ一番の友達とね全画面で出てました。おー金ここも金あるんだ、すごい、うん、めっちゃ金でしたね。綺麗な金やった上品な金でしたわあ、これボタンが、これが言ってたやつです。白い、わっこれ、ごめんなさい、これあの4大エースの一つです。いきます。え、いやいや聞いたことない聞いたことない、あんな全部乗せる。いやもう私の中では 120% まで行ってましたよ。待て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 、あ大丈夫、聞いてない、これ聞いてない。あっぶな、やめてくださいよ、もうそういうのいらないんですよ怖い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 。とここで第1位発表の前に、パチンコ危ないデカより未公開の激レア演出、時短直後に起こった衝撃の瞬間。それは五十嵐に熱い演出が来る中、時短から通常モードに移行した二郎の台に置きました。何かが起こるって言って、なんフラッシュフラッシュ、うわーお願いお願いします。これあの電柱に残った堀を消化するの時間かかるんですけど、これ出てるって当たるんちゃうかな。大丈夫、いけます、お願い。
五十嵐が赤保留を外す中、二郎は今ウイニングランしてます。ゴールテープ切った後です。長い、はい、長い。ゴールテープ切った後、余韻に浸りながら、だいぶ長い余韻に浸ってますね、はい、2分後に、喜びます。120秒後に喜ぶ準備、はい、喜ぶ準備していただいて、一応あのへそとかも保留入れてみたんですけど、まあ、この画面のまま、ここの数字だけくるくるして回ったんですけど、まあこれは多分その消化するのに時間かかってて当たりますよと、今やめないでねってことなんで、はいはい、なるほど。いや多分大丈夫でしょうよ、これは。こればっかりは6 5 4 3 2 1 0。ああそういう感じですか。もう右打ちって出たもん。危ないデカボーナス、これが出た時には皆さんもご注意してもらえたらなと。それでは第1位、同じくパチンコ危ないデカより、一度は出してみたいかっこよすぎる復活演出。それはこの日大爆発の五十嵐マリアが見せてくれました。マジっすか、これ大丈夫ですか。いやそのせいでですね、はい、まだ荷物届いてますよっていうメールも来てなければ、怖い怖い怖い、昨日しかも終電じゃなくてよかったんじゃないですか。そうね、終電なら今日だってスウェットってことですよね。あったね。待って赤保留、マジ待って赤保留です。え、俺のスウェットの話はもういい。もういいです。スウェットの話はもういいです。もういい、もう大丈夫。お腹いっぱいになりました。今赤保留なんです。60% ぐらいはあったと思います。あら、期待度。あ、ちょっと頼むよ。あ、赤い赤い、車3台います。あ、4台目来ました。やっぱその普段とは違うよっていうところ見せてほしいね。はい、任せてください。緑保留とかでもやっぱ結構来るやん。あ、うん、来ますね、うん、確かに違うよっていうところ見せてほしい。違うよって、うん、あ、マックス、あ、車飛び出してきました今。来ました。さあロゴが完成して、これも金じゃないですか。すごい、金ですよね。いやちょっと大丈夫。あ、最終は、最終はスペシャル。いやここお願い当てよう、早めに。銃撃無双の演出に関しては、はい、確かリーチ後とかでも出てきたんじゃなかったかな。これなんか今のところ実写っていうとこ以外は正直当たるだなんて1ミリも思ってないねんけど、確かにさっきタイトルもね赤とかじゃなくて、そうよね、白だってんですよね。かっこいいです。あ、でも赤いよここで。あ、ボタンもいきます。なんかまあそんな気したもんな。復活はない。やってしまった。いや信じよう、まだ信じよう。あら、やりました。押します。ブルブルすごい。はいや、赤保留で復活で当たりました。びっくり。なんかこれっていうの、あ、しかも7、7、マジ7 、マジっすか。85回転です。すごい、4500